さあ本番も動きを見せたのは6号艇深川、5号艇馬野は付き合わずといったところで、このままなら大外になりそうです。オープニングから安定版を使用しての戦いとなりました。最終日の第16回楽天銀行賞、いよいよファイナル大詰めは第12レースの優勝戦を迎えております。対戦メンバーは1号艇山本隆之、2号艇古賀茂樹、3号艇森貞浩二、4号艇が松井光也、5号艇馬野光、6号艇深川慎二、以上6選手の対戦です。さあ陰線人気を背負いました1号艇は山本隆之、仕上がりは良好、オール3連帯キープの安定感、トーチの実績も良好抜群で山本の陰線。2コース2号艇は2コース6号艇が深川慎二、伸びに課題は残りますが、内からならしっかり戦える足。3コースを引っ張りました3角2号艇が古賀茂樹、もともと良かった伸びに加えて出足も良化、チャンスたっぷりの3角戦。4コースに3号艇森貞浩二、出足に伸びがついて展開つける足。5コース4号艇松井光也、どの足も万全、乗り心地まで文句なし。6コース5号艇が馬野光、レース足は良好、課題はスタート。本番は2対4の第12レース優勝戦、進入インコースから1番6番、2番3番4番5番でスタートしまして、3角から2号艇トップスタートを放った古賀が一気に2杯飲み込んだ。1周1マーク先制して2号艇、6号艇後から追っかけて握っていく、内小回り1号艇の内をついて3号艇の森貞でバックスレッチ、まくった2号艇古賀に1号艇とガツンとぶつかって、代わりに3号艇並んできたのは森貞。さあ突破争いは3号艇2号艇並んで、その後ろに1号艇山本がつけて、スタートは正常でした。1周2マーク先取り3号艇森貞、6号艇5号艇内からやってきた分、それをかわしながら2号艇刺して古賀で、まだまだ続く突破争いは、内からじわりと覗いて2号艇の古賀、外から伸び返す3号艇森貞。さあ2号艇古賀と3号艇森貞の一騎打ち。3番手争いは4号艇の松井の内から6号艇深川が迫って2周の1マーク、まずは突破争い2号艇古賀が回る、3号艇森貞の差し返し、後ろは6号艇先手を取った深川を刺していく。4号艇は後ろの1号艇と競り合ってトップ争い制したのは3艇身2号艇の古賀茂樹、2番手3号艇森貞、3番手は単独となった6号艇深川で、2番3番6番これから2周の2マーク、トップは2号艇の古賀、2番手で3号艇森貞、3番手は6号艇の深川が単独で戻って、上位体系2番3番6番でレースはこれより最終周回へと移ります。さあ三角戦が当たりました。チルト 0.5 に跳ねてダッシュ一撃、1マークは攻めて2マークさばいて、2号艇の古賀がトップで3周1マーク、惜しくも2番手が3号艇森貞、3番手は6号艇深川で、上位体系2番3番6番です。さあこれで今年9月の平和島以来2回目の優勝、当時は3回目、そして通算では45回目の優勝へ向かって、今ラストターンマークでトップで2号艇古賀が戻って、2番手3号艇の森貞、3番手6号艇深川で、上位体系2番3番6番第12レース先頭2番古賀ゴールイン優勝。3番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、1番5番でゴールイン。